はい、というわけで本日の動画なんですけれども、ブラザー工業さんの、刈谷テクノロジーセンターに伺っております。というわけで段取りをすべてお願いしているんですけれども、はい、今日何をやっていくんでしょうか。今回はですね、ブラザーさんのこちら M200XD1 の機械を使ってですね、フュージョンを使った旋盤加工とマシニング加工ですね、こちらの加工を行っていきたいと思います。フュージョンのキャムを使ったいわゆる旋索五軸の加工を実践的にやっていくと。はい、そういうことです。材料こちら、結構本気の。そうですね、M200 って旋索五軸のブラザーさんのラインナップの中では比較的小さな機械なんですけれども、はい、結構デカめのワークいきますよということでやっていきたいなと思います。はい、こちらにセッティングしておりますということで、今回ですね、工具の方は三菱マテリアルさんに工具をご準備いただきまして、加工を行っていきたいと思います。アルミ用の工具を結構用意しているということですね。そうですね、アルミ用の旋盤用の工具と、あとはマシニング、ミーリング用の工具ですね、多数用意していただいてます。はい、ちょっとそっち、私三菱さんの工具あんまり、そのドリルとかは使ってるんですけどね、一部ミーリング系はあんまり使ってないんです。個人的にも興味ありますが、見ていきたいなと思います。では早速ちょっと見せていただきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。でまず最初なんですけれども、こちら最初3面の旋盤の粗取りからですね。機械加工歴長いですか？ですね、実は私機械加工歴というのはほぼない人間でして、はい、この業界はですね、この CAD キャムという、キャムのオペレーターといいますか、このキャムの、業界としては20年ぐらいやっているんです。あ、キャムの業界は20年やった。20年ですね、約20年ぐらいというところで、キャムをやるだけの人間で、人ですので、機械の経験というのはほとんどないという。ほとんどない。はい、今からですね、2週間3週間ほど前にですね、このブラザー工業さんの NC スクール、お客様向けに開催されている、ね、はい、NC スクールのその操作編というですね、このマシンの操作を、覚えさせていただく、教育していただくというものに、2日間と、あとは、今回この M シリーズという機械を触るために、この M シリーズのこの旋盤のコースというのがあって、計3日間ですね、機械の操作を触ってきて、教えてもらって、今回の加工に挑んでいるという状況です。僕噂にはそのキャムしかしないキャムオペレーターさんは世の中にいると、はい、あるいは機械操作しかない人がいるっていうのは知ってたんですけど、はい、もう20年のキャムオペレーター歴がありながらも機械は触ってなかった人が今から旋索の五軸でやっていくと、やっていくということですなんかちょっと緊張感がありますけど、はい、やはり怖いですねキャムを使っているとですね、やっぱりシミュレーションとか、こうちゃんと機械の動きを見れますので、そこは自信を持ってですね、加工していきたいと思います。あ、なるほど。そこはやっぱりその G コードを手打ちでやるとか、はい、あるいは対話でやるとか、実際どうなるのかっていうのが想像のところでやるのとはまたちょっと違ったところで、キャムだからこそ今、3日間ですね、3日間の操作で、はい、私が用意したこのナットという課題を、はい、チャレンジできるには至っていると、そういうことですね、いうところですね。あ、そういう感じですか。あ、傾くな。ここからですね。ここから。で、もう 100%。 こういう構成の旋盤を使ったことがないんで、新鮮ですね。私もそうですね、お客さんはやっぱ旋盤までをしっかり使われてるお客さんってやっぱ少ないんですね。旋盤できますよっていう工具でも、なるほど、やっぱり同時五軸のマシニングセンターまでってお客さんが多くて。この M シリーズですか？いや、他のメーカーさんも含めてもそうですね。あ、なるほど、なるほど。ホルダーのそのある意味合成っていうんですかね、ちょっと特殊な、その M シリーズ用の特殊な、はいはい、旋索バイトホルダー使ってるので PT の面の高速と、あとはその2本こう角が出てるところで、やっぱ結構その振動が少なくするので、この手の
いわゆる線作語軸系のやつといえば、まあ、キャプトとかキャプトとかそうですねあたりを使いますけども、はい、まあ、そういうのとはまた違った特徴があるとあるということで、うん、はい、まあ、サイズ感こんな感じなんですけども、まあ、加工ができましたと。どうですか。はい、綺麗に仕上がったと思います。じゃあ引き続きよろしくお願いします。はい、はい、このドリルで開けましたが、ベストチョイスかと言われればベストチョイスではまだ現時点ではない気がしますけど、ないかもしれないですね。あ、まあ、ここら辺がまあものづくりのリアルかなと、はい、そうですね、いうところですよね。展示する頃にはベストになってるかもしれない。ベストになってるかもしれない。そうですね。ちょっとまだこれから試行錯誤しながら、はい、切り子がねこんな感じになっておりますけれども、はい、えらい太いのを設定しましたね。これ三菱マテリアさんチョイスですか。三菱マテリアルさんチョイスです。20杯でいきましょう。おね、ああでも良さそうですね、うん、これも 50% ですね。今回の本題はやはりキャムで出力したやつを実機で加工するというところなんで、はい、まあ、その工具のパフォーマンスを 100% 出し切っているのかというと、機械のパフォーマンスを出し切っているのかというと、まあ、そういうところではないと、はい、とりあえず最初のアプローチとしてキャムでいけますよと。そうですね、まあ、あの機械加工の経験がない私でもキャムを使えば機械が動かせると。はい、そこからあの条件詰めていくやいかないやっていうのはここからの話なんで、はい、初加工にしてはほどほどでありながら、はい、ぼちぼちトラップの多い。そうですね、今回この、まあ、巨大ナットっていう題材で、はい、まあ、加工してますが、まあ、加工自体は二次元線板の加工が、はい、まあ、ほとんどなので、まあ、形自体は複雑ではないんですけど、まあ、なぜその材料の物性というか、そうですね、工具の特徴というか特徴、材料、うん、5人はあの一般的な材料でありながら、うん、いやらしさが結構ある材料。そうですね、特にこれ旋盤、まあ、旋作旋盤やっている時の切れなさ、切れなさ、はい、ドリルといい、ドリルといい、はい、旋盤といい、はい、あれはどうやったらうまく切れるのかなという。はい、こんな感じと、はい、このね、ニック付きのエンドミルで、この M シリーズは切り子が真ん中に落ちていくんですね。ヘッド交換式の、そうですね、こちら今回三菱マテリアルさんご準備いただいた IMX の、まあ、この短いタイプのホルダーですかね。私がしつこく言っておりますホルダー込み込み全長なんですよ。はい、ここで今回は面取りだけ使いましたけれども、エンドミルもありますよというところで、こちらもご検討いただければなと思います。できますもんね、次の加工で。あの残りのやつの五軸の方、五軸の方ですね。こういう6面の加工を割り出して加工できるっていうのは、こう荒取り的には安心感が、波長の長いやつでこう一方向からやるよりかは、そうですね、向こうに倒れるから全く見えないのかなと思ってたんですけど、まあ、意外と見えますね。そうですね、まあ、私、まあ、そんな身長大きくないですけれども、それでもまあ少し覗き込めば、はい、まあ、加工している様子は見えますので、覗き込めば、まあ、加工している様子は見えますし、はい、こんな感じで割と見えると。結構取ってますね。まあ、約 3C ですね。おお、巻きついてますね。金だわし、昨日家でやってたんですけど。ねじってどうしましたっけ、結局もう最後まで全部通しましたっけ。最後まで。はい。
これがですね、まあ、よく見ておいていただくと、もうチャックスレスレをですね、スレスレ、もう爪スレスレを、ホルダーもこれ多分 MT さんのハイドロだと思いますけど、はい、その細めのやつじゃないともうそうですね、当たってしまうので、ミーリングチャックだったら今も事故になってる、事故も当たってますにしてもこれはもう最初の試作品ということで、はい、ご苦労様でございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。今何をされている感じになりますか？今ですね、今回ご協力、いただいた企業様のロゴをですね、この側面に、彫り込んでいます。あ、私がサスに彫り込んだかのように。そうですね。どんな感じの仕上がりになるんでしたっけ？はい、こちらですね、ちょっとすでに削った、はい、加工したものがあるのですが、もうすでにやってたわけですね。こちらですね、こんな風に、用意させていただいておりまして、はい、出ますかね。我々こちらなんとか重工、はい、なんとか重工さんというので、はい、レニショーさん、三菱マテリアルさんの、ダイヤエイジという、これはブランドのロゴですね、はいはい、ブラザーさん、あとは我々オートデスクの大きいロゴと、はい、オートデスクフュージョンということで、はい、6名にですね、全て今回刻印を。ここに至るまでに結構頑張って準備してるという感じですね。そうですね、加工にほとんど初チャレンジをさせていただいたんですけど、はい、今年11月に開催されるジムトフでこちらも展示させていただきますので、ぜひですね、お越しいただいて手に取って見ていただければと思います。今回のブラザー工業さんにご協力いただきまして、今まさに動いているこちらの機械ですね、 M200XB1、 こちらを我々オートデスクブースに実際に機械を置いてですね、で、はい、動いているところまで、見ていただくことができます。まだですね、今回、この巨大になったということで加工しておりますが、はい、この後まだ同時五軸をですね、私、こちらの機械を使ってパックを加工を行っていきますの で、実際展示会場ではその同時五軸の動きを、ご覧いただきたいと考えております。当然フュージョンの出力です、ね、はい、フュージョンで作った同時五軸です。我々別の五軸機械を持っておりますが、それではなくてフュージョンの同時五軸を使ってプログラム作ります。はい、ぜひね、会場で詳しく聞いてみてください。はい、尾形さん急にでかくなりましたね。そうなんですよ、ちょっと太っちゃって、はい、藤村さんにお越しいただきました。はい、ですね、この後、はい、同時五軸の撮影も、はい、ナットの次にするつもりだったんですが、そう聞いてますね。はい、ちょっとトラブルがあったということで。あ、持っておりますね。はい、持っております。これ別にね、これスローアウェイカッターを作ろうとしたわけじゃないですよ。はい、これなんかすごいことになってますけど、こういう模様を作ろうとしたわけじゃないですよ。はい、メダル、オリンピックのメダルみたいな。オリンピックメダルみたいですね。これ要するにどういうことかと言いますと、はい、チャッキングしましたと、はい、3面削りました、吹っ飛びましたっていう話です。そうですね、はい、なんかこうちょっとこうイメージがね、多分この辺かどっかに出てると思うんですけど、はい、私加工したことないんですけれども、五軸と聞いて、はい、こんな形を削れたらかっこいいんじゃないかと思ってデザインしたんですね。はい、でこれ第1弾ぶっ飛びまして、はい、ぶっ飛びました。今ここみたいな、ちょっとね、近づいた、近づきました ね、いい感じになってきた。はい、全然見えないですけど、ものづくりのリアル、こういうことなんですね。そうですよね。はい、別に客先から納入される図面が簡単に加工できる図面とは限らないですよね。そうそう、その通りです。はい、それを、トライしたら、こうなったんだけども、そうです。これは、第1弾テストですね。はい、学びのためのテスト。でこれを、今度、この次の、撮影でですね、ビシッと決めてジムトフには展示してやると。そういうことですね。次の動画で撮影するのにできてる、ね、できてる予定です。ぜひお楽しみに。はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけでね、今回の動画は以上になります。はい、面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。